おはようございます。朝8時ですね。この場所に8時半集合で、そこから9時15分に、向こうのパランコンに着いて、そこから秩父のバスで公園館の方に移動するという形になります。で、今日が、前期の折り返しになります。今日、非常にチームとしても絶対に勝たなきゃいけない。今日のトレーニングでいろいろ自分の中で感じることはありましたけど、しっかりと自分に自信持って、俺絶対できるから、まず自分の長所は何かと、球際のところで絶対負けない、ボール奪い切る、で頭の回転速くして、で反応速く、そこが大事になってくるかなと思います。雨も降ってるし、グラウンドも悪いっていう情報なので、本当に球際の戦いになるかなとは思うんですけど、球際やるのは当たり前で、その中で、チームのデザインとかあるから、そこで、リスペクトしながらも、じゃあ自分の持ってるもの、守備で奪い切る力、ボール出し力だったりとか、コントロールしていくっていうところをね、意識してプレーしたいなと思います。今日のテーマは自分の中で、コントロールするっていうこと、あと反応早く、常に頭の中をフレッシュにして、対応していきたいなと。反応早く、たまにこぼれ球、セクンドセカンドボール、すべてにおいて反応早く、がね、ボールを触ってる時間が多いように、積極的に、やっていきたいなと。自分はできるから、そう信じて、やっていきたいなと思います。何よりも、ハイパフォーマンスを求めるし、自分で。出た瞬間のね、1分目から、いいプレーできるように、チームに貢献できるように戦っていきたいなと思います。こっちもね、当然求めながら戦いますし、バチバチとやっていきたいなと思います。そんな感じで今日の一言日記にしたいと思います。では。